はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第241回でございます。今回は好きな YouTuber さんと自分というテーマで喋っていきます。で、あと39万ありがとうございますっていう感謝と、6月1日どうしましょうっていう、相談ですね。を喋っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、まず、先週のね、ダラダラジオの最後に、次回は相談に答えますみたいな、まとめて答えるよっていう話をしたんですが、多分それを言ったのもあって、この一週間ね、いつも以上に相談をいただいたんですね。で、その前の週とかもこうまとめて答えようと思ったんですけど、結構量が多かったのと、重ためなテーマがね、ちょっと多くって、そうするとね、ダラダラジオ10分とかで喋っても、1個か2個しか答えられないような状態になっちゃったんですよ。で、それであれば、普通にプチ相談で、そっちは取ってやろうかなと思ったので、今回のテーマ、これを喋りたいっていうのもあったんですけど、テーマを変えさせていただきました。ではね、早速喋りましょうか。で、まず、YouTuber さん誰だってね、思われると思うんで、これ有名な方なんですけど、これね、パオパオチャンネルさんです。はい。今はもう自分にとっては、もう、好き、単純に好きっていうのもあるんですけど、すごくね、見てて勇気づけられるんですよね、勝手に。勝手に勇気づけられるって俺が。で、今回のメインの話はね、自分のちょっと登録者の話と、登録者について自分が悩んだことと思ってることっていうのが、メインの話になるんですが、で、それを救ってくれたっていうか、いい意味で納得させてもらったのがパワパワチャンネルさんだったので、それでも好きっていうのもあるんだけどね。で、まず、その39万人ね、ちょっと前に、行くことができました。本当にね、登録いただいている方とか、あとは普段ね、動画を見ていただいている皆様、ありがとうございます。ここまで本当に行けるとね、もう最初の頃は全く思ってなかったんで、ただ今年の目標は45万人なんで、あと6万ね、ひとまず、早期に達成して、目標情報修正できてね、もっともっと行けるように頑張ります。で、何がね、悩んでるかっていうと、お気づきな方もたくさんいらっしゃると思う。たまに言われるからね、これね。自分登録者今39万いるじゃないですか。で、このダラダラジオとかもそうですけど、多分再生数3000か4000しかいかないんですよ。で、数ヶ月経ったりすると、1万超えたりとか。で、プチ相談とかでも、相談内容によってはね、1日で1万再生とかいくこともあるんですけど、なかなかそんな再生数がいかないんですね。で、勉強動画に関しては、今、数3とか撮ってて、数3ってもう、数3を受けてる子自体が、やっぱ数が少ない、母数が少ないっていうところもあったり、で、中学校1年生の英語を取ったとしても、見るのは中1の子だけだし、英語をね、意識してる方しか見ないので、学年が限定されるからね、そこはあんま気にしちゃいないんですけど、プチ相談とかさ、こういうダラダラジオっていうのを取ったとしても再生数がいかないと。で、今、ちょうどね、この動画を撮ってる時の、パワパワさんのチャンネル登録者が44万人なんで、ちょっと自分より5万多いんでね、比べるのは若干申し訳ないんですけど、例えばパワパワさんが、一番新しい動画が多分前日にアップしたやつかなが、再生数が13万かいいですね、13万とか言ってて、で、他のやつも数日経てば、20万とか30万とか、そのぐらい多分再生数いく感じなんですよ。で、これは、ほとんどの YouTuber さんがそうですけど、例えばパワパワさんだったら44万人登録者がいる。ファンですよね。ファンの方が44万いらっしゃって、そのうち例えば20万再生だったら半分の方がまず見ました、みたいな。で、それは多分普通だと思うんですよね。登録者が60万いたら、その、再生数が30万、40万安定していくよ、みたいな。っていう感じだと思うんですけど、自分のチャンネルは全くそれがないんですよ。で、それをね、すっごい悩んでたの。一時期。悩んでて、で、基本的に言えることはさ、ざっくり言ってしまえば、もう個人的な、その人の魅力だと思うんですよ。そう。だから、パワパワさんだったら、自分を見てね、アーズーさんとか、文慶さんとか見てても癒されるし、もう二人のやりとりが本当に俺は好きすぎて、癒されてるんだけど、だからこの二人のファンがいて、その二人が出てるものを見たいから見るっていう感じだと思うんですけど、自分のハイチっていう人間が、ハイチ自体が別に知られてないし、授業の人っていう話だからそこなんだろうなって。でもそこを頑張んなきゃいけないのかな。でもそれ目指してるものと違うしな。でもどうなんだろうなとか、すっごいごちゃごちゃ悩んでてずっと。で、ただ、ちょっとした黒い話になるんですけど、この半年ぐらいかな。YouTuber さんのさ、いろんな話を聞くわけですよ。YouTuber 一応やってるし、そこそこ一応登録者がある程度いる人間なので、で、いい話ばっかりじゃないわけ。もちろん言わないけど、何かっつうのは。だから、そうなんだ、みたいなのがあるわけですよ。そう。だからもちろん、みんながみんなそうじゃないし、ね。本当に純粋に頑張ってる人、ね、なんか、社会貢献のためにとかさ、そういろんな思いを持ってやってる方もいらっしゃるんだけど、あ、それだけじゃねえんだな、みたいな思った時に、もうちょっといろいろ葛藤があって、でも、こう、なんだろう、そう、パワパワさんね、まあ、パワパワさんわかんないよ、実際お会いしたこともないからわかんないけど、でも動画で見る限りは本当に素敵なお二人で、本当に楽しそうに動画を撮ってるんだよね。楽しいんだよね。見てて。で、楽しんでるんだろうなっていうのがすごく感じる。で、それは実際がそうじゃなかったとしても、見てる側がそう感じたらそれでいいと思ってて。そう。だからね、ああ、本当にこの人たちが人気になってほしいなって、もっともっとね、人気になってほしいなって心から思うし、あ、だからこういう、このパワパワさんの二人を見たときに、あ、こういう人もいるんだなって、あ、YouTube 頑張ろうって思ったの。そう。だそれまでは、すごい人気の方とかでもそういろんな話を聞くとさ、ああ、なんか、表面ではみんなこうやってすごい人気でわーわーキャ言われてるけど、アイドルみたいに言われてるけど、いやいや、裏ではさ、みたいなのが思ったこともあってね。そう。で、まあいろいろあったんですけど、そう。ただその、ほんとパワパワさん、まあ出会ったのは結構前なんですけど、まあよく見るようになってからは、なんかそういった面ですごい、こう、しっくりくるというか、自分の中ではなんか一個の答えが見つかったみたいな感じでね、いて。で、それで、じゃあ登録者の数をどう考えようかなって思った時に、まあ自分は勉強動画をずっとこうアップしてて、で、まずは、こうやって YouTube って、特に、学生自体もそうなの。学生のみんなにももっともっと知られたいっていうのもあるんだけど、保護者の方たち、みんなのお父さんお母さんの世代の方には結構敬遠されるんだよね。例えば YouTube で勉強って言ったらさ、えって言われることの方が多いと思うの。大人には。そう。でも、そこにももっともっと浸透させたい。勉強できるんだよって。で、それが大したことじゃないんでしょって思われるかもしんないけど、まあ、わかんない。そう思われるかもしんないけどさ、でも一応これでも必死でさ、やってるから、あ、このぐらいのもの見れるのただで、みたいな。風に思ってもらえたら俺の勝ちだし、俺の中では。そう。そういう風にやってほしいから、だからまあ39万人がね、例えば、比率的にはいろいろ分かれたりとか、もちろん学生のパーセンテージが多いんだけど、でも登録者のやつ見るとやっぱ30代とか40代の方もいらっしゃるので、まずは39万人、その登録者をポチって押してくれたからさ、その普段見てくれてるかどうかは分かんないけど、でも39万人の人にはこういうサービスというか、YouTube っていう動画配信サイトで勉強することができる。そういったものがあるんだっていうものを認知はされたんだなって、一回。そう。っていう風に思った時に、あ、登録者を伸ばすのもっと頑張ろうって思ったの。自分はやっぱり認知されるのが今一番ミッションだから、もっともっと広まってもらって。で、これからね、なんか勉強動画始めるって大々的に発表してた人もいらっしゃったけど、なんか有名な方でね。これからどんどん盛り上がっていくと思うんだよ。うん。で、その時に、もしかしたら自分がね、どんどん廃れていってしまう時もあるかもしれないけど、でも、それでも、この日本っていう国の中で、そういった文化ではないけど、そういったところで勉強ができるっていうものがもっともっと根付いて、で、みんなが大人になった時、ね、みんなが大人になって、みんなの子供が、今度ね、学生になった時に、もっと違う形でね、勉強しやすい、学生にとって有益な世の中になってたらいいなと思うんで、そう。そういった意味、そこに思わせてくれたのはね、絶対パワパワさんのおかげなんだよ。そう。だからね、それを超喋りたくって今回、喋らせてもらいました。はい。ちょっとめっちゃ熱弁しちゃったよ。大好きかっつってね。接点がないんで難しいですけど、ね、いつかね、ほんとこのお二人とはね、ちょっと、こう、まあ、コラボは難しいと思うんだけど、お話できたらなと、すごく思う。本当にお話してみたい。まあ、お若いんでね、なかなかこのおっちゃんと話してもあれだと思うんですけど、とか思ってたりします。はい。っていう話でした。すいません。聞いてもらってありがとうございます。で、あとは、その6月1日どうしましょうっていうところなんですけど、6月1日がですね、自分 YouTube 始めた記念日なんですね。次の2018年の6月1日で、丸6年、7年目に入ります。で、一応なんかしたいなとは思ってるんですけど、全く今のところ用意も、アイデアも出てなくって、そうで、しかも金曜なんですよね。なんか生放送しようかなと思ったんですけど、金曜日は本業の方が、ちょっと仕事があって、自分その金曜はね。だから、やれたとしてもね、すごい夜遅くになっちゃうんですよね。生放送とか。うん、でも生放送もニーズあんのかっても思っちゃうんですけど。まあまあ、なんかアイデアあったらコメント欄に書いてもらえると。もしね、ちょっとこれいいなと思ったらやるかもしれないんで、もしよかったら書いてやってください。よろしくお願いいたします。はい、という感じで、今回は好きな YouTuber さんと自分というテーマで喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、また次回ね、何か喋っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。